それではスタート。ゆり根はおがくずに入って売っていることが多く、そのまま冷蔵庫で1ヶ月くらい保存できます。ゆり根を剥きます。ゆり根は心を落ち着かせ、精神を安定させる働きがあり、精神疲労からのイライラ、不安感、不眠などに効果的です。また呼吸器、肌に潤いを与える作用もあり、咳、肌トラブルにもおすすめです。根元はカットして残りも剥がします。ゆり根の旬は冬で、12月に多くで回ります。加熱すると優しい甘さとお芋のようなホクホクした食感です。汚れを洗い落とします。茶色い部分を取り除きます。生のゆり根より乾燥させたゆりの方が手に入りやすいです。終わりの方で乾燥ゆりで作ったおしるこを紹介します。もう一度洗ってきれいにします。きれいにしたゆり根 100g 鍋に入れます。かぶるくらいの水を入れます。塩少々を入れます。ゆり根はグルコマンナンが豊富に含まれているので、胃腸の働きを整え、コレステロール、血糖値の改善などが期待されます。5分くらい煮て柔らかくなったら火を止めます。水分を切ります。フードプロセッサーにゆり根を入れます。てんさい糖5から 10g 入れます。豆乳 150ml 入れます。ゆり根は不眠に効果的な食材ですが、不眠の原因は様々です。フィヨの漢方の再生リストに不眠に関する動画がありますので、参考にしてください。説明欄にアドレスを載せておきます。軽く温めます。